はい、今回はですね、高橋まつりと、電通の関係についてちょっと調べていきたいと思いますので、まあ、気になる方は、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。皆様この、高橋まつりっていうあの電通のあの、まあ、亡くなった女性の方ですよね、この方 ご存知でしょうか。ちょっとね、あの、まあ、僕も前から調べてたことがあったんですけど、結構気になるなって思うことがあるんで、ちょっとそれをあの、まあ、今回あの取り上げて、お話ししていきたいと思います。まずですね、この高橋まつりっていう方に関する、こととかですね、ちょっと関連するような内容についてね、ちょっと触れていきたいと思います。まずですね、この、高橋まつりっていう、方のですね、まあ、あのお母さんをよくね、あのテレビとかメディアで見るんですね、母親で。あの結構気になる人がで、父親ってどういう人なのかなっていう話なんですけど、父親に関してね、全然情報がなくてわからないんですよね。母親がよく出るから、父親ってどういう人かなとかって思って、でそれ調べてみたんですけど、あの父親がね、あのいないような家庭で育ってるっていうことなんですよね。だからあの母子家庭で育ってるっていうようなことで、あのこの高橋まつりっていう人は東京大学を卒業してね、あの電通に入ってるんですけど、まあ、まあ電通に入ったらね、あのあまず東大に入ったら、まあ、いい会社に入れるから、まあ、お母さんに楽をさせてあげたいっていうようなことから、まあ、電通に入社したっていうことで、この、まあ、東京大学に通ってる時にね、まあ、1年間ぐらい中国に、まあ、留学してるっていうあの経験もあるんで、まあ、ものすごく、まあ、エリートな、女性だったっていうことですよね。うん、で、まあ、ちょっとね、ここから一回話が外れるんですけれども、あ高橋まつりっていう方の話とはちょっと外れるんですけど、このね、電通のね、ちょっとひどいっていうことが分かってる別の件があるんで、ちょっとそのことについてお話してい、いきますね。過去にも、あの、この高橋まつりっていう方の前にもね、亡くなってる方がいるんですよ。で、そのことがちょっと関係してくるんで、そのことについてはちょっと触れていきますね。電通の飲み会で悲惨な目にあった、大島一郎っていう方、この方についてちょっとお話していきます。まずですね、この高橋まつりっていう方の前にも、電通では人が亡くなって、社員が亡くなってるんですよ。で、この大島一郎っていう方もね、電通に入社して2年目だったんですけど、自ら命を絶ってる。で、まあ、その、まあ、理由がね、この電通の中の、まあ、激務、残業をこなしていたということなんですけど、この大島一郎という方はタイムカードがなかったから、まあ、どれだけ残業したと勤務時間が分からなかったということなんですよ。ただこの大島一郎という、方の両親がですね、裁判を起こしたことで、まあ、その電通の残業時間が、まあ、ひどい、勤務時間が長いというようなことが、分かってますね。この、大島一郎という方の裁判の判決はですね、あの上記を逸している長時間労働ということが言われているん で、あの残業時間が所定の労働時間になってるっていうことなんで、だいぶこれひどいよなっていう話なんですよね。で、まあ、この労働時間が長くてひどいってこともあるんですけど、もう一個これひどいのがあってね、電通の飲み会っていうことなんですよ。うん、これってちょっと本当、まああのまあ、一流の会社と言われてますけど、まあ、ないなっていうような感じのような内容なんですよね。一体どういうようなことかっていうと、この大島一郎っていう亡くなった方は、そもそもお酒がなんか飲めないっていうようなことだったんですけど、そんなようなことからね、この電通の飲み会の中でかなり悲惨な目に遭っていたっていうことが言われてるんですよ。それはどういうことかっていうと、靴の中にあのビールを入れてそれを飲まされていたっていうことね。こうなってくると、もはや会社の飲み会の次元を超えて、もう、ま、何ですかね、パワハラも超えて、まあ、いじめを超えてるんじゃないかと思いますよね。だからこのような、まあ、嫌がらせ行為を受けて、まあ、あの会社はそういうつもりがないのっていうのかわからないですけど、完全に嫌がらせだと思うんで、靴の中にビール入れて飲まされるってわけわかんないですからね。で、まあ、そういうような、まあ飲み会の、嫌な感じ、あとはですね、まあ、この長時間労働、まあ、こういうことから、まあ、この大島一郎っていう方は、うん、精神を、ね、疲弊していて、メンタルが壊れてしまって、まあ、自ら命を絶ってしまったのかなっていうことを思いますよね。うん、まあ時間が長いのもそうだし、こんなところだったら正直働いていけないですよね。あのいくらいい会社だとかって言われても、そういうのと話が違うんじゃないかとかっていうことを思いますね。そしてですね、続いてこの高橋まつりっていう方と、まあ、この電通、であの、まあ、この亡くなったっていう関係についてなんですけど、ここもちょっとね、あの、まあ、疑問点っていうのがあるんで、そのことについてちょっと触れていきますね。
高橋まつりっていう方も、これ長時間労働でね、その後労働局の立ち入り検査に入られてるんですよ、電通がね。で、この電通がね、高橋まつりっていう方から、自ら命を絶ったということで、雇用形態そのものがね、電通っていうのはどうなのかっていうようなこと。で、この、高橋まつりっていう女性の方も同じく時間内労働が厳しくて、電通の、寮でね、自ら命を絶っていたっていうことなんですけれども、やっぱり、言ってることがね、亡くなる前に、心も体もボロボロって、寝る以外の感情をなくしたっていうことなんで、これ相当厳しいような、労働環境で、働かされていたっていうようなことで、自ら命を絶っているってことなんですけれども、ちょっとね、一つ引っかかることがあって、こっから先の話っては全く真相がわからないんですけど、何かなってちょっと思うことがあるんですよ。そのことについてちょっとね、触れていきますね。インターネットとかで検索するとね、高橋まつりの彼氏が、NASA に、勤めているとか、そういうようなことがあるんですよ。で、この、亡くなる前に高橋まつりっていう方は、自分に彼氏がいるってことを、ツイッターで言ってるんですよね。こういうようなことを言ってるんですよね。せっかく4ヶ月ぶりに彼氏に会えるのに、そのために仕事をめちゃめちゃ早く終わらせなきゃいけないことと、愚痴を言ってはいけないというプレッシャーで辛いったらないんだよな、っていうことを言ってんですよ。このことから、彼氏が、いることが分かりますよね。そして、この高橋まつりの彼氏っていうのは一体どういう人かっていうと、大体4半期に1回西海岸から帰国するか、中間のハワイで会いますって言ってんで、このことからね、日本にはいないってことで、調べると、はっきりとっていうか、もちろん分からないんですけど、NASA に勤めてる彼氏っていうようなことね。で、カリフォルニアにいたみたいなんで、だからこの NASA の、ジェット推進研究所にいたっていうようなことですよね。この彼氏ってなんか亡くなったことを関係は分からないけど知らないのかなっていうこともちょっと思うんですけど、ちょっと分からないんですよね。で、こっから先にちょっとね、このさっきのね、高橋まつりの前に亡くなった大島一郎の方じゃないけど、なんかこれだいぶおかしいなと思うことがあってね、この高橋まつりってこういうこと言われてるんですよ。オフィスに出社するたびにここが祭りのアナザースカイってナレーションかけるって、これって、また同じくいじめがあったんじゃないかなって、もしかしたら何かあったんじゃないかなとかって思いますよね。で、寮で自ら命を絶ったっていうことになってるんですけど、これなんかなんでこんなこと言われるのかなとかって思いますよね。で、だいぶちょっと意味がわからないなとかって思うんですよ。で、電通の労働時間の長さから、過労で悩んで、自ら命を絶ったのかわからないですけど、またこのいじめみたいな、わからないけど、そんなこともあるのかなとかってね。ただね、そうは言っても、やっぱりね、電通っていう会社はね、メディアを牛耳ってるんで、ものすごい広告代理店なんで、そういうことが表に出てくることはないんですよ。ただし、で、これ以上情報がなくてわからないんですよ。ただね、ちょっとリスナーさんも思うかもしれないけど、僕の普通に思う解釈なんですけど、4ヶ月ぶりぐらいに彼氏に会うことを楽しみにしたって、自ら命を絶つのかなって、どうなのかなって、だいぶなんかそれちょっとどうかなって、確かに仕事が大変っていうのは思うんですけど、このオフィスに出所するたびにここが祭りのアンザースカイってナレーションかけられてるの、これってのもなんかいじめとかそういうことがあったんじゃないかなっていうのをなんかちょっと思いますよね。それ以上ちょっとわからないんで、いろいろ調べてはみたんですけど、本当ね、この高橋まつりっていう方がね、亡くなったっていう、自ら命を絶ったっていうことになってますし、そうなのかもしれないですけど、その裏にちょっと何かを感じましたよね。それが何かっていうことはわからないんで、ちょっと申し訳ないんですけれどっていうことでね、リスナー様もこれをちょっと疑問に思った方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、なんか世間一般的にはこの高橋まつりっていう人がなんか悪いみたいな、なんかそういうような風潮とかもあるみたいですけど、僕は調べるとなんかそういう単純なことではないんじゃないかなとかっていうことを思ったんで、ちょっと今回ね、ちょっと思うところをお話しさせていただきました。最後にね、この高橋まつりさんのね、本当ご冥福をお祈りいたしますっていうことで、今回のコンテンツここで終わらせていただきます。皆様いつも聞いていただいてありがとうございます。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。